どうもはよからこんばんは、とのでござる。バルキリープロファイル PSP 版続きをやっていきましょう。さて、まあ、前回から、まあ、実はしばらくね、アークダインの遺跡でレベル上げをしていたんですが、バトラックさんがね、あまりにも使えなさすぎるので、キャラクター、アリウゼさんを引っ張ってきました。いや、久々ですよね、使うの。で、レベルは13まで上げました。で、現在はね、ピリオド28分の23で、このチャプター5ですが、あと一つダンジョンがあるんですよね。それをクリアして次チャプター6に行って、でまた新たに一人仲間になるんで、そこまでやっていきましょう。でその次はね、ダンジョンがあるんですが、これは長くなるんで一旦ね、そこで区切りたいんですよね。で次の場所がこちら、炎の城塞。まあ、炎の城塞っていうからにはね、氷に弱い敵が出てくるんですが、その辺はね、アイシクルソードとか、あとはこう、魔法かな。まあ、この辺で有効的な液体が、向こうに浮島が見えるな。まあ、そこはね、いずれ行けるんですけれども、とりあえずはここ行きましょう。炎の城塞。まあ、敵自体はね、問題ないとは思うんですがね、なかなかね、アクション要素が要求されるんですよね。確かね、これを砕いて、持っていけばね、いけるとは思うんですよね。おっと、落としてしまった。これ炎降ってくるじゃん。これ当たるとね、実はダメージ食らうんですよね。そう、こんな感じ。あのね、進めないこんな感じのマップなんですよね。痛い。多分これでね、地道に食らっていると思うんですよね。仕事されているぞ、バルキリー。ほらね、もうここを突破するだけでね、もうみんな1ポイント食らいまくって1になってるんですよね。こういったね、非常にね、アクション要素、私が苦手な要素をね、要求されるんですよね。もうみんな回復しよう。もう炎を食らいすぎてかなり危ないことになってるから。でここはね、スライディングで抜けてね、こんな感じのマップなんですよね。もちろん全箇所にね、ああいった炎が降ってくるわけではないんですが、スタート地点早々からね、ああいうのがあるんで、うまくね、突破しないとヒットポイントがもう削られまくってしまうんですよね。さあ、アイシクルエッジ。まあ、氷の魔法に切り替えているんで、まあ、この敵さんかな、まあ、これはあまり炎は関係ないとは思うんですかね。お、防ぐか。いや、我がアリウゼ先生が砕いた。相手はピヨっている。ならば畳みかけよう。じゃあ久々にアリウゼさん、お願いします。さあ、てめえの顔も見やったぜ。てか、アイシクルソード装備していますが、普通の剣なんですよね。あのアリウセさん、その体験は一体何なんだ。とてもバルキリーと同じ武器には見えないな。魔物も結構へたれてるわ。まあ、私も結構へたれていますけれどもね、一応ね、経験値多めに入る装備にしているんですけれどもね。ですアリウセさんがね、主力に匹敵するぐらいの強さまで持ってこないといけないんですよね。おっと、コンボはたまらんか。大魔法が打てるようになれば、この辺ね、一網打尽にはできるんですけどもね。おっと、レナツ追撃を食らっていますよ。お、防ぐか。やるな。もうちょっとダメージが欲しいかな。槍がね、現在そこまで強くはないんですよね。こっちはもういいかな。とりあえずは倒した。もう見えないところで頑張ってはいるが、防がれているぞ。強いな。なかなか攻撃力が高い様子。長いは無用か。
経験値もそこまで入らないかな。とりあえずは、あ、まだまだ雑魚敵がいる。また上、炎が降り注いでいる。先を行く者たちよ。ちょっとできるようじゃない。大魔法を狙いたいな。頼むぞ。さあ、アイスクレッチの大魔法。何時は死ぬだろう。いかなる真空だか、いかなる封印を告げるものか。デルタストライク。2ヒットするんだ。まあでも4人とも食らっているんで、コンボゲージは一気に100まで回復している。魂の束縛はついた。まあこれとね、クロスエアレイドからできる大魔法と比べるとやっぱりね、あっちが強いんですよね。なるほど、なかなか難易度の要求されそうな場所だ。だがこれを使えばいけるんだな。おっと、落ちてしまった。はしごがあるのか。なんか虫が突っ込んでくるな、怖いな。シャドウサーバント、アイテムはこれ以上はない。怖いな。ちょっと剣振っていようか。ほら突っ込んでくる。てか炎の状態なのにね、虫さんいたら危ないですよ。飛んで火にいるなんとやらという状態。まあでも強くはないな。一発で倒れるんだ。いや、だが防いだ。やるな。あれか、弱点食らっているな。おかしいな、虫だから火に弱いと思うんですけどもね。この場にとどまる断りはもうない。そうだ、私が召してやった。いや、だが次の追撃を食らう。死の先を行く者たちよ。おお、なかなかやるではないか。攻撃力は高いな。いや、バルキリーさんはね、まだまだ頑張ってくれると信じているんで、とりあえずは他の攻撃で崩していこう。やはり弱点か。このアイシクルソード、氷属性に弱い様子。おっと、アリウセさん届いていないぞ。防御のカウンターで消えていく点っていうのもなんか情けないな。じゃあこっちは、あれは何だろう。奥に球体みたいなのが浮かんでいるな。これはね、氷に弱いはず。そんなこともなかった。アイシクレッチは氷系。いや、だがこのアイシクレッチとアイシクルソード、どちらも氷系だからダメージは通ると思うんですけどもね。あとはあの魔法使いのみ。エイミさんが火力不足かな。奥義は強いんですけどもね。お、跳ね返した。コーマの鏡だったっけな。前に取ったアイテムで 50% の確率で魔法を跳ね返すことができる。魂の束縛はついよ。で、アリウゼさんがレベルアップ。この場にとどまる断りはもうない。それでもまだまだヒットポイントは16000。まあエミさんがね、その倍ぐらいはあるんですけれども、彼の人間性を強化してもしょうがないな。とりあえずはね、ガッツを上げておいて、これでね、やられても復活する確率が上がります。何かのスイッチ切り替えますよ。イベント経験値ゲッチュ。あとは貴様だ。死の先を行く者たちよ。ちょっとできるようじゃない。相手は魔法使い系か。ならばごちゃごちゃ攻撃して大魔法打っていきましょう。相手食らうかな。あ、でも食らいますね。ヒット数は2か。さあ、デルタストライク、これでどうだ。本気出すまでもなかったわ。よし、倒した。暴れ足りねえな、さっさと次に。ですよね。何パートぶりだろうな。アリューゼさん、
でもアイテムがあるような反応があるんですよね。お、あったあった、アイテム発見。おっと、氷の罠か。炎の状態であればすぐに溶けるとは思うが、とりあえず何のアイテムだろう。ソウルスレイヤー、あれかな、霊体系、まあさっきのファイヤーエレメント、まあああいう系かな、ああいうのに多分ね効くと思う。ところでスイッチは押したが、一体どこに行けるようになっているんだ。お、この奥か。そのスイッチの切り替えかな。でここもこれでいけるはず。よし、この敵倒していきたいな。で多分ね、下は炎の海かな、確かあれがあったはずなんで、こっから落ちてしまうとまずいんですよね。ならば火に攻撃を仕掛けて奥義を払っていこう。いや大魔法かな。一応ねちゃんと攻略本も地元にある状態ではやってはいますが、いかなる封印を告げるものか。デルタストライク、見ているとまだまだアイテムあるようですね。また生まれてきたあの栄翔中に攻略本を広げるというすまんなメル。霊柩なき者はただ滅するのみ。でこっちですね、もう一回戻ろう。でこの下だ。エストックがさっき敵からもらったな。でここは右あるように炎の海があるんで、まあ、炎のエリアかな、まあ、床があるんで、まあ、とりあえずねこれでどんどん進んでいこう。ふん、クローンぞ。ストーントーチ、石化させる魔法ですね。でこの辺がねなかなか複雑そうだ。一旦下から様子を見よう。おっと、下にはスライムちゃんがいるね。これね、あの前のアークダインの遺跡でも出てきたんですがね、あのアリュージさんのラックルがね、あの届かないんですよね。アイスクレッチでは倒すことはできる。よーし、当たった。よーし、素晴らしいぞ。だがその槍が入る前にピヨったんですけれどもね、追撃を与えてしまったか。バルキリーなかなか厳しそうだぞ。でこれはねただ鳥が通過するだけあとは打ち上げたところにラックルとこれを入れる76しか与えていられない、いないぞエミさん。バルキリーがそろそろやられそうだ。だがまだまだ回復はできない。おお、入った、素晴らしい。敵の気配も消えたようだね。まあ次で一気に回復させるか。そう、もう一回いることを私は覚えているぞ。ちょっとはできるようじゃない。2体だけならもうここ魔法を使ってキュアプラムス、キュアプラムスで、この辺を探索していますが、左下にねああいう斜面があるんですが、それはね落ちてしまうんですよね。だからここに小石を作って足場を作っておく。でさらにはここから降りて、次はここか。うまくいければいいんですけれどもね。お、よいしょ、いけた。おっと、クラーンゾー顔にもろに受けているように見えるが、とりあえずアイテムは取った。あとは次に進む場所に行けばいいんですが、それはねこの下にあるんですよね。この下、ここで、ここでねこれを作っておいて、さっきと同じ要領で、おっと失敗したか。よーし、行けましたここ行けるだけでイベント経験値くれるんだ、ありがたい。とりあえずは奥に行こう。ダンジョン自体はねそこまで長くはないんですけれども、まあ、こういったねアクション要素が、まあ、要求されるところが多いんですよね。
もうなかなか私泣かせのところが多いようで。さて、有内さんもね、順調に成長しまして、である程度ね、レベルがいきますとヒットポイントが急に伸びるんですよね。なので現在は 23,865 で、この辺の敵は倒しました。で、下に行きますとね、こここんな感じで炎がね、吹いているんですよね。ここをね、タイミングよく避けていかないといけない。こういった通り方が重要になってきますよね。下に結構うようよモンスターがいるな。お、ちゃんと足場になっている様子。しかも移動するんだ。まあこれは火属、氷属性に弱い敵かな。容赦しねえぞですね一発で1万520か。まあ、こんな感じでね、簡単に倒すことができればいいんですけれどもね。アリウスさんもナックルで倒すんだ、すごい。長いは無用か。まあだんだんレベルが上がるのもきつくはなってはきますが、この下は何があるんだろう。普通の地面か。ちっちゃあいつ。届かんな。まあ、今のは多分頭からぶつかっていった感じにはなっているとは思うか。うわ、全体攻撃で6000、これは痛いぞおかげさまでここまでダメージを食らっている。まあ、貴様らなど当たれば一撃で倒すことはできよう。で、アリウゼさんの裏剣、素晴らしい。で、残り1体のところで魔法で、もう1回全体回復しておきましょう。回復量は 80% か。まあ、要はほぼ回復、素晴らしい。避けられるが、そこに一撃そこも計算のうちだぞ。よくやったインフェリアたち。こっちは特にはないんだ。要は上からどんどん行く感じかな。なかなかアクション要素をね、要求されるマップ。しかも見ると結構足場離れてるな。これではいけないと考えれば、一旦これで小石を大きくしておいて、でこっちから回り込んで、このギリギリかな。それでも届かないんだ。っていうか、もうこっちから行けばいい話ですよね。よいしょ、こうすればいい話だ。おやおや、今度はちっちゃいね。それも一撃というわけか。あとはアリウゼ先生の裏剣、さらにもう一発。相手が悪かったな。まあ相手というよりは武器ですよね。で、この上にまた装置があるんだ。よいしょ。これ多分ね、奥に行けるようになるとは思うんですよね。まあここのボスもね、まあまあ特殊なところもあるんですよね。で、これで上に来た。で、この奥に進めばいい。またちっちゃい敵がいるな。さて、セーブが完了しました。何かの研究をしていたのかな。まずはボス戦に行きましょう。でもね、実はね、お、何かが反応した。
まあすぐにはね、実はこれボス戦にはならないんですよね。でこの壺を持って通れないんで投げるまあ実はねこの壺、まあいろいろあるんですけどもね。よいしょ。でこの壺であの炎をね受け止めないといけないんですよ。でもすぐに落としてしまうと、これね最後までこういうねアクション要素をね要求してくるのはねよろしくないと思いますよ。よしこれでいけた1回失敗はしましたが、確か7、8回ぐらいねこの壺に炎をくべれば、こうやってまあ壺の封印かな、溶けてこのファイアーエレメントが出てくると。あ、喋るんだ。我は神の眷属も怪人へと帰したことがあるぞ。ほう、あまり強い言葉を言うなよ、弱く見えるぞ。いやおや、ずいぶんと傲慢だな。そうだ、思い上がるな、このアイシクルソードが目に入らぬか。我と共に生きるは霊源なる勇士、逃げよ。そのくせにクールダンセルとかやるんだ。アイシクルエッジ、君は炎が弱点だと思っていたが、まあいい、フルーツ倒すことができたならば散々に痛めつけてやろうではないか。ダメージ3万6000も取っているんだ。君合理系弱点のくせにクールダンセルとか使うんだ。まあそれこそね怒り高いぞ。もう完全にオーバーキル状態ではございますが、最後にエイジ先生、ドラゴンドレッドお願いいたします。あとはここでもらえるアーティファクトですよね。多分全部必要な気もするんですけどもね。まあ久々の奥義ですからね。敵の気配も消えたようだね。まあこれで難なく倒すことができた。あ、さらには生命の腕は、要はレベルアップすればヒットポイントがプラス300ボーナスになるんですよね。ですがね、もう2つ持っているんでね、あんまり意味はないんですよね。うん、これは必要だ。これはね、なんと持っているだけでね、凍らなくなるんですよ、健常しね。これは俺んだ。あとはこのグレンケンインフェルナス、これはね炎に弱い敵をね簡単に倒すことができるんですよね。これもやらん。でミトラの聖水、これはね使うだけで6万のダメージを与えることができるんですよね。まあ、これはいいや、これくらいあげよう1個くらいよこせって言ってくるかもしれんからな。であとは出るだけ。まあ出るだけでもね、それがまためんどくさいんですよね。さて、外に出てきました。で、あと1ピリオドで、チャプター5が終了します。というわけでね、出る時もね、炎を食らったんで、これでね、休ませてあげましょう。さあ、これでチャプター5終了。次は6になりますね。まあ、こっからはね、仲間に入るキャラクター、まあ、少なくなってくるとは思いますが、ルシオ君送ったけど、どうかな。おお、どんどん優勢になっていくではありませんか。現在の状況、圧倒的にこちらが優位。じゃあもういらないんじゃないのかな、インフェリア。インフェリアたちの、別に近況はいい。エナス、素晴らしいわ。おお、お褒めに預かり光栄です。マテリアライズ、わーい、給料だ。あなたの働きに、これらのアーティファクトをあなたに授けようと仰せよ。さらにはアイテム、
レナス、次は何だ。ドラゴンの討伐部隊を急遽編成することになった。おお、ドラゴンスレイヤーがあれば簡単に倒すことができますよ。死を恐れない強靭な精神の儀式を行う必要があるのだけ。モンスター知識が保健師が足り、優れた剣技の使い手を送ってちょうだい。魔術師じゃないのか。まあいいや、とりあえず一人だけね、まあ何か魔術師系かな、まあ送っていこうかな。で、ここで精神集中。またなかなか辛そうだ声を聞いているではありませんか。で、その場所がファイラン、久しぶりですね。ここで、まあ、新たに仲間になるんですが、またこう戦系かな、まあ、そういうのでなかなかこう不運な人がいるようで、とりあえずはファイランに行きましょう。でもね、可愛いから使いたいんですよねさあ、このシホちゃん、歌声に狂わされた。精神集中で言っていたセリフですよね、この人形名。勇敢な死を遂げることが戦士にとって最高の名誉なのです。まあ、武士らしいな。死後様はその導きで、死を前にして恐れることのない強さを強者に分け与える。シホちゃんはね、実はね、盲目なんですよね。で、そういうのでね、特殊能力が、まあ、ありまして、歌声で兵士の恐怖を拭い去って、いわゆるこうバーサー化させるんですよね。それでこう味方には重宝されているんですが、まあこんな感じですよね。侍かっこいいないや、こんなのがね、足軽みたいな感じだったらむちゃくちゃ怖いぞ。おや、歌が止まった。だいぶこき使われているが、まあ、幼い頃からこうやって歌姫として育ってきた彼女は、こうやって恐怖を拭い去ることに疑問を抱いていなかったんですよね。ですがだんだんああやって、まあ、民からの反応を受けて、でだんだん自分の行いに疑問を持ってくるんですよね。で、そうこうしているうちに味方は倒されてしまったと。で、彼、スオーさんって言うんですけども、まあ、彼もね、味方になるんですよね。まあ、ですが、まだまだそれは先のお話。死を望むか。いや、だがスオーさんには切れないか。まあ、もちろん仮面ですからね、本当に骸骨なわけはありませんよ。だがスオーさんは彼女を救った。捕虜として連れてきたんですね。
だが切ってしまった。まあ相手からすればこの歌姫のせいでもうどれだけのまあ犠牲が出たかということですよね。スオさん優しいんですね。で特にねエインフェリアになったからといってこう何かこうバルキリーとのやり取りがあるわけではないんですよね。でそろそろメルさんをのけてシホちゃんをね使っていきたいんですよねというわけでもう身ぐるみを剥いでいくという、まあ私は殿ですから、まあ、できればねこう和風なパーティーにしていきたいな。まあ、それと、純をまた引っ張ってこないとはいけないが、で、しほちゃん、もうレベルが1なんでね、ヒットポイント300しかないんですよね。で、まあ、バルキリーさんとか、エイミさん、で、アリューゼ、で、しほさんですよね。美しいな。彼女をね、使っていきたい。ですがね、初期状態だとね、攻撃魔法を覚えていないというね、まあこの辺はいろいろ覚えさせて成長していこうと思います。では今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。